藤里奈と申します。今日はですね、ずっと子供の頃からよく遊びに来ていた瀬戸大野祭2023でいよいよついに歌うことが叶いまして、すごく嬉しく思っています。今お届けしたのはいつかの未来っていう私の初めて書いたオリジナル曲、そしてファーストシングルとしてリリースした楽曲です。CD はありがたいことに売り切れてしまってるんですけれども、ストリーミングで Apple Music とか LINE Music とかで私の楽曲を聴けます。で、あと1枚今日 CD は持ってきてるんですけど、よかったらお声掛けくださいという感じです。この後、少し限られた時間にはなりますが、皆さんと一緒に精一杯楽しい時間を作っていけたらなと思いますので、少し、短い時間ですがよろしくお願いします。では早速なんですけれども、皆さんと一緒に踊っていきたいと思います。子供たち、キッズたち、よかったらぜひ一緒に踊ってもらえたらなと、特にキッズたちに一緒に踊りたいなと思っているんですけど、みんなで歌おうという楽曲をお届けします。私がサビで踊っているので、ぜひ真似をして踊ってみてください。きっとついてこれると思いますので、私から目を離さないで一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。みんなで歌おう。さあ顔を上げて歌おう。さあ声上げて笑おう。苦しいこと全部忘れて、心のままに踊ろう。私たちは一緒に、僕らは輝いてる。一緒に踊ろう。 Let's dancing。私たちは
曲でした。次はですね、暑いのでちょっと皆さん数秒補給しながらゆっくりリラックスして、一曲バラードしっとりした曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。例えば久しぶりだよね、元気してた。髪型も着てる服も変わったね。もうとっくに忘れてた気持ちも
私はこれが終わったら多摩線を絶対に食べに行くと決めているんですけれども、皆さんは美味しいもの食べましたか？あ、まだっぽい。じゃあ終わったら一緒にお昼ご飯を、皆さん美味しい祭りのものを食べて、可愛い食器買って帰りましょう。ということで、そろそろ後半戦がやってまいりました。あと少しですので、ぜひ皆さんよかったら立ち止まって一緒にこの時間過ごしてもらえると嬉しく思います。カタカナでビナウタと検索していただくといろいろな SNS が出てきます。もし気になってくださった方いましたら、毎月名古屋でワンマンライブをしたりもしていますので、ぜひ、ライブに足を運んでいただけると嬉しく思います。それでは残り2曲楽しんでいきましょう。聞いてください。始まり。見失わないで大切なもの、離れているからこそ繋がっているから、何のために生きていく。時に見失うよね。どんな時でも綺麗な空に手を伸ばすよ。一緒に歌おう。見失わない
目を閉じて夢を見ていた。ありがとう。何度も願ってきたあの舞台が近づく。イメージするの誰よりもキラキラ輝いてる自分。待つよ、いつかサビオープンせーの、イエーイ。胸が高鳴る方へ今走り出す。止まってる時間なんてない。いつかサビオープンせーの、イエーイ。私ならできるはず。止まらず見つめてきたあの景色はもうすぐそこに。大げさに笑ったあなた、私にはわかる。君は無理をしている。何があったの聞かせてごらん。ほら泣いてもいいよ。いつか旅を歌わせていただきますので、ぜひお時間ある方はまた会いに来てもらえると嬉しいです。加藤里奈でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。とってもパワフルで可愛くて、もファンの方もねたくさんでしたね。ありがとうございました。加藤里奈さんでした。